私考案のスクールアイドル三船しおり子スペシャル特訓メニューです。会長のポテンシャルの高さは誰もが認めるところですが、スクールアイドルとしてはまだまだ未熟です。ですから古今東西ありとあらゆるスクールアイドルを調査し、データベース化している私が会長のポテンシャルを現実のものとするのです。ありがとうございます、さつきさん。そこまで私のことを考えてくださるなんて。いえ、スクールアイドル三船しおり子のファンとして当然のことです。って具体的に何をするかですが、ズバリキャラクター作りです。キャラクター作り？はい。自覚的であれ無自覚的であれ、魅力あふれるスクールアイドルは皆それぞれの個性、すなわちキャラを確立しています。ですから会長にもふさわしいキャラ作りが必要と考えます。しましょう、キャラ作り。わかりました、頑張ります。部長さんには重要な役目があります。会長にふさわしいキャラを見極めてもらいたいんです。私にできることであればどんなことでも挑戦したいです。ですからあなたの力を貸してください。部長さんのスクールアイドル愛には同志として頭が下がるものがあります。ですから部長さんの感性にかけたいんです。それではまず会長のパーソナリティに近しいキャラからやってみましょうか。まず後輩キャラは中須かすみさんや大阪しずくさんと被るので、そこにわがままお嬢様要素を入れてみました。わがままお嬢様、わかりました、やってみます。ではこちらのセリフをどうぞ。私のために尽くしたいなんて人は、はいて捨てるほどいますわ。私に選ばれるために何をするか、その小さな頭でよくお考えになって、先輩。いい感じですよ、会長。では、次は…さつきさんには、私があのように見えているのでしょうか。そうですか、ああいうのがいいのですか。あれは無礼ではないのでしょうか。強い言葉と無礼の差が曖昧になります。でも同好会の皆さんのパフォーマンスの幅の広さに感銘を受けている一人として、私もぜひキャラを確立したいものです。私頑張ります。もっとあなたの意見も聞かせてほしいです。今日は私の番ですね、会長。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。早速ですが、スクールアイドルの魅力についてお話ししましょう。スクールアイドルの魅力、それは高揚感です。そしてその高揚感を一番シンプルに伝えるもの、それすなわち衣装。ということで今日は私の用意した衣装を着てもらいます。そして撮影もします。よくわかりませんが、やるべきことはわかりました。衣装を着るだけでいいのですか？動きもあった方がいいのでは？ダンスをしてみましょうか。さすが会長、お見事です。会長に私の好きな服を着てもらうことしか考えて、いいえ、
何でもありません。では衣装に合ったポーズを取ってもらってもいいでしょうか。わかりました。あと会長が着替えているうちに台本を作りますので、サツキの特訓の時のように情感を込めてそれを読んでください。またあれをやるのですか。昨日よりうまくできるよう頑張ります。期待しています。部長さん、今日も見極めをお願いします。部長さんのことは私もさつきも心から信頼していますので。まずメイド服です。これに言葉はいりません。可愛いと言ったら可愛いのです。ご主人様、私の歌を受け止めてくださいますか。ご主人様の幸せを心から祈っている私の歌を。思った通りの素晴らしさです。ではさらに猫ちゃんカチューシャを追加して。猫ちゃんカチューシャ？わかりました。私はどんなことにも挑戦します。しおにゃん、あなたのためにお歌を歌いますにゃん。あなたが幸せになってくれたらしおにゃんも嬉しいにゃん。穴があったらひとつきこもりたいです。すみません、ですがさすがに恥ずかしくて。あなたのせいではありません。でも私恥ずかしくて。私、度胸がないですね。あの程度のことで心を乱すなど、さつきさんやうずきさんに申し訳ないです。帰ったら二人にお礼のメッセージを送ります。特訓で学んだことを映像作りに生かさないと。でもどうやって生かしたらいいのでしょうか。